中日ドラゴンズファンの皆さん、1年間ご声援ありがとうございました。今年もですね、4位という悔しい結果に終わりましたが、本当に最後まで追戦してくださってありがとうございました。その感謝の気持ちを持って、今日1日、選手みんな、楽しく一緒に時間を過ごしたいと思います。いい思い出になると、僕らも嬉しいので、今日一日、楽しみましょう。よろしくお願いします。大島選手会長ありがとうございました。